もうガチ上げのアジア系ですね。せやな、もうジャンルとかまあぶっちゃけ何か分からんけど、うん、でもめっちゃいい。なあ、ほんまに暑いシーズンには特にもう、そうそうそう、うん、盛り上げ隊長やな、ミュージックパーティー、うん、チューブよりも暑いわ、うん、間違いない。ああ、まあな、ちゃうやん、よしよし、今別にボケとかちゃう。あ、ほんまもチューブより暑いな、やろ、まあ、うん、オッケーオッケー、チューブより暑いんだ。せや、せや、次、そうだ、次、まあほんでロカホリックと、うん、で次、まあもう俺らのもうずっと出てくれてる、うん、ネバディ、うん、大ちゃん、エバディこと大ちゃん、大ちゃん、はい、もう彼も、もう一気にすごいからね、カーニバルとかも、カーニバル決勝進出者、決勝じゃないか、まあ本戦進出者、うん、とか出て、マットライズ出して、せやね、そう、なんでなんでそれ今あれですか、あのえ、ちょっとなんかあれですね、悔しい思いを読み返さんでください、ジョージ。っていうね、まあまあネバディも、まあマットワイズともあったけど、まあまあ、ほんまええしね、俺仲いいっすからね、うん、いや、誰も仲悪い言うてへんから、お前仲悪いみたいな、よう仲いいっすよ、大ちゃんと。そこで仲よ、な、仲悪なるようなアーティストは臭い、そう、臭いな。まあまあまあ、切磋琢磨してるってことやな、ええこと言うたし、と、もう、はい、俺ら切磋琢磨して、そうそうそう、負けたっすけどね、まあ次も、まあうちのマットワイズも黙ってんしね、絶対リベンジもするし、そうやな、まあそれ長谷川穂積と一緒やな、そうやな、うん、ほんまに、ナシロ君もね、うん、うん、まあ、うん、次、うん、まあ彼ももうおなじみ、はい、独特のフローで、あー、これ名前言わんでもわかんちゃうかなと、独特のフローで、井上陽介せやな、ちゃうかった、井上陽介、そうそう、そういうトラックも使ったり、あー、うん、まあまあいろんなジャンルっていうか、まあ飲み込んでね、収集使いようやろ、お前こんなこと言うてなかったいろいろ振ってきやがって、ちょっと待って、そのディスじゃないやんか、俺は何言うてない、言うてない、ええ、言うてないっすよ、じゃあディスって言うてないな、ディスみたいな、言うてないな、目で俺を見るから、え、違う違う違う、まあな、またバサラがなんかもうこうなるやんか、やめてくれる、そういう仕込むの、いや誰が仕込んでんの、仕込んでないな、え、うん、おい仕込んだ、手する、おい仕込んでないな、ああまあでもバサラに関しては唯一この中では1回目から出てくれてる、間違いないです、もう全部ほんまに皆勤賞、皆勤賞、間違いない、俺仲いいしな、めっちゃ、うん、正真正銘のレギュラー、仲悪い言うてないっす、うん、いやもう、まあ、仲良くないやんいや仲はええよ、よう喋んねんな、バサラ俺ら仲良 い, いやんな、俺仲いいっすよ、まあ、言うても俺が言っちゃ仲いい、うん、まあまあ別にバサラの取り合いしてもな、まあ俺は電話するんだったらおい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 、嘘やけどさまあでもこんだけ時間取るほど大事ってことや、そうやそうや、うん、まあほんで次はな、まあヤムちゃん、うん、まあこれはもうジョニーに紹介してドラゴンボール出てくる、そうそう、それはヤムちゃんやお前それはもう天津飯で足折られた何を言うとんねんそれヤムちゃん、それローラ夫婦でヤムちゃん、ほんで俺が言いたいのはヤムちゃん、ヤムちゃんで、そうヤムちゃん、びっくりしたびっくりした、ヤムちゃんはちゃんどうでしょう、ちゃうちゃうちゃう、そうヤムちゃん出たらそれから全テンション上がるけど、俺も全テンション上がるやん、上がるやん、ジョージもどっと入るやん、ジョージ、まあ、あれお口にちゃんこすいません、まあ、YAM でヤムちゃん、そうヤムちゃん、まあこれももう G ブロックともフューチャリングしてくれたり、あ歌姫やな、やそうそうそう、ほんまに、うん、やばいシーングリードで今大丈夫、まあ、グリードでいいです、まあまあ、はい、まあそうだね、はい、はい、ほんで次、お次はお前紹介したらよ、そうやな、次はもう T2 から、次はもうええやろ、そいつまあいいっすけどねいやいや、紹介しちゃってくれよ紹介しちゃってくれよ、初初の、そうそう、ミュージックパーティー参戦者、お奈良のダークホース、そうやな、まあ、デビューすると奈良のアイロンホース、うん、デビューすると、うん、SHINBA、 いや、シンバって言えやろ、そこはちょっと感動つけてそこはな、いや、まあ、シンバがそうそうそう出ますよ、どんなやつなそれ、このシンバはこいつっすか、うん、こいつは、どんなやつ、うん、って、どういうことですか、外見ですか、いや、外見どういうのやどういうことですか、中身ですか、どんな思い持ってそう、どんな思い持っていや、もうやる気はめっちゃあると思いますよ、そういうもん、みんなな、うん、まあ、口ではな、まあ、そやけど、まあ、そのやる気はまあ、会場にみんな来て、そやな、確かめてくれた、確かめてくれたら、まあ、俺らもガッチリ確かめるしな、そやな、まあまあまあ、個人的にめっちゃマットアイズも仲いいしな、おいしいか、俺とかはね、もうしてるんで、そやそや、まあまあ、でもほんまに
楽しみデビューということで、そうそうそう、まあだからみんなも要チェック、要チェックな。はい、で次ダンサー陣、はい、はい、まあもうこれはもう5世の来ました来ました、レジェンドダンサー、おまあケイシロ、最近奈良にはいないっていう噂ですけども、あ、ほんまですか、全然最近俺見てないわ、それじゃそんな感じちゃうかな、そうですね、まあまあでもまあもう、まあでも渋いよな、ちょっと踊りのスキル間違いないんちゃう、もう何から何までしてくれますもんね、オールケイシロから CUO から、そうや、何でもしてくれます、オールジャンル、オールジャンル、いやでもほんまに渋いと思うよ、ジャンルケイシロみたいな感じやもんな、まあね、ダンスならではですね、うん、ほんまほんま、ほんでもってほんでもって次が、エヴァ AK アンニン、アンニン来たね、アンちゃんですね、若手ではもう完全にね、そうやスキルはあるし、シュピーやからね、うん、そうやな、今も、なので若手の女の子でダンサーやったらもう一番ですね、うん、そうやな、うん、若手じゃなくて一番でしょ、なのに、ああ、そうですね、なんでちょいちょいこう、そうそうそう、シャウトを言うてくるんですか、ちょいちょいちょい、だってそのちょいちょいこれになったらな、ちょっとイベントを制覇してるこれになったらこれだったこれになったこれ、これになったな、指を上げたり下げたりすな、お前らはまあでもほんま、引っ張りだことよね、イベントはマジで、うん、やる気もほんまこの前あって、ちょっと話したけど、うん、やっぱりぐらいの、うん、やる気と根性と男気溢れる、はい、もうそろそろ女前っすね、女前ラップデビューも撮るとやろ、せやねん、えそこはちょっと、まあな前でも言うてたね、イベントで、あ、言うとさ、言うとった、うんうん、こっちの方も達者で、達者、うん、達者、達者まあまあ誰が達者やん、言うてへんわ、誰が達者やん、言うてへんわ、それまあまあまあ、ほんで誰が達者やえまあ、次えこれ、ここ行ってんのこれ、なんかあれ、うん、これは、え誰誰とか言うなよ、お前は入ってるからね、それ誰やねん、ほらほらほらまああのプロテクトやという、ダンサーの方が、まあ俺ら初絡みで、そうやろ、うん、だから俺ちょっと今知らんかった、ぶっちゃけ初絡みで、うん、出てくれるんですけど、うん、レペゼンどこでしょう、まあ、レペゼン奈良です、おう奈良、おう、うん、そうです、はい、奈良で埋もれてたというか、うん、俺らが、まあ、まだ出会えてなかったクソヤバすぎるダンサーです、うん、女の子2人、うん、こうやばいんで、これはもうあのシンバ同様ダークホースと要チェックやと、うん、それ俺も楽しみにしてますよ、せや、みんな結構楽しみやと思うから、まあそれもお願いします、ダンサー陣はこの3組で、はい、要チェックで、ほんで次、まあもう DJ サウンド、まあまあもうこれはもうみんな知ってるでしょ、うん、SFB の、いやそんなもんないでまだまだ、まあまあな、いやまあでもまあまあまあでもみんな知ってるやろと、 SFB、 まあそう、まあまあ渋々かもしれんけど、うちのジョーちゃんまあ同じ年やしな、うん、うん、まあまあでも俺らもうお世話になってる、はい、ショッツくんが、はい、で、え彼はショッツ&ケースアート、うん、これも SFB、 これはね、SFB でこうスペシャルな感じでやってくれると、うん、しかも、しかもこの日しかやらないことを、うん、これも、はい、MPC を、そうです、はいはいはい、なんでここもちょっと期待してほしいなっていうのもあるし、はいはいはい、うん、それはちょっとね、またもうケンジも今や引っ張れた子なんで、うん、ケンジってあのショッツね、すいません、ショッツくん、はい、あ、まあここにも出演したこともあるしな、そうです、ショッツ欠かせないですね、せやもうもうずっと出てほしいと思ってるかな、うん、うん、ほんまにこっちの方も達者で、達者で、俺ほんまにお前好きやからなショッツな、ああよしよしよし、次これで、そうだ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 いますねそうだ、はい、あ、ここから俺ちょっと行かしてもらおうか、あ、ま、分かった、DJ 陣はですね、あとはソーダと、うん、集落、集落ということで、まあキューティーでも結構、おなじみのソーダはね、DJ の子なんですけども、うん、まあまあ若い子らで、うん、これからなら引っ張っていくんじゃないかっていう子らで、で、まあ集落に関しては